モーニンは日本中央競馬会に登録されていた日本の競争馬。主な勝ち倉は2016年のフェブラリーステークス、2016年のネギシステークス、2018年のコリアスプリント。馬名はジャズの曲名から。5月16日の京都競馬場、ダート戦4 0 0メートル3歳未勝利戦でデビュー。番手から押し切り、未出走馬ながら、 単勝2.5倍の人気に応えた。続く2戦目は5月31日の東京競馬場、ダート1600メートル3歳500万下に出走。ここも番手から押し切り、単勝1.5倍の圧倒的人気に応えた。秋になり3戦目は9月21日阪神競馬場のダート1400メートル診療特別に出走。逃げ馬の直後につけ、 そのまま勝利し1.6倍の人気に応えた。4戦目は10月24日、東京競馬場、ダート1600メートル秋峰ステークスに出走。ここも勝利し4連勝でオープン入りとなった。4連勝の勢いで臨んだ、十条武蔵のステークスでは、タガノトネールを差し切ることができず、ノンコの夢の差し足にも、屈指3着、初の敗戦を喫することとなった。 年明け初戦は2016年1月31日、東京競馬場のダート戦4 0 0メートル、ネギス,ステークスに出走。早め、先頭から押し切って、重賞初制覇。フェブラリーステークスへの優先出走権を手に入れた。2月21日には、フェブラリーステークスへ出走。10段前の位置取りから早め先頭に立ち、後ろから刺されることなく、レコードタイムで優勝。 GI 初挑戦で優勝となった。5月5日は、船橋競馬場のダート1600メートル柏記念に出走。2.4倍の一番人気に押されるも、スローペースの中、全く伸びることなく8着敗戦となった。その後も勝ちきれないレースが続いていたが、2018年3月31日のコーラルステークスで久々の勝利を挙げる。5月の柏記念6着の後、 韓国へ遠征し、9月9日のコリアスプリントに出走。道中広報追走から直線で外から一気に足を伸ばして先頭に立つと、ファイトヒーローに頭差を抑えて、韓国人一発制覇を果たした。しかし、その後は制裁を欠き、2019年10月26日のスワンステークス18着を最後に現役を引退。 北海道2カップ町の優秀スタリオンステーションで種ぼばりする。ありがとうございます。